ということで、あぐりの湯小諸に着きます。国道18号の方から来ればですね、小諸の町の方から来れば明るい道なんでしょうか、山梨の方から来たんですごい山道通って来ました。本当にこんなところにあるのかっていう感じのところですね。でもこのまま行くんだな、千曲川よりもこっち側だから、まあちょっとこんな山道が続く中にあるのかなと思いますが、空いてるかどうか。この辺温泉施設がとても多いので、ちょっとね、前回は布施温泉でしょ、で今回はあぐりの湯小諸っていうことで、他にも、いくつか気になるところがあるので、引き続きね、このバモの温泉レポートではこの辺りレポートしていきたいと思います。さっきね、あの道の駅、高千穂じゃなくて八千穂だっけ、なんだっけ、おい、中部横断道路の終点のところ、あそこにできた道の駅のね、脇を通りました。あのできたばっかりでした。車中泊ポイントがあるみたいで、ちょっとこれ覚えてたら、あの概要欄にホームページ貼っておきますね。2700円で、しかも外でバーベキューとかしていいみたいですね、コンロとかも貸してくれてシャワーもあるということで、 RV パークではないんだけど独自で道の駅でやってるですね、車中泊スポット、まあそこに泊まってどこに行くんだっていう話もあるんですけどね、キャントレの場合ね、デポしてどっか行くっていうのもなかなかちょっとないような奥地なんだけど、まあ佐久平に泊まってもいいかもしれないよね。あ、ここだ、あぐりの湯、上からこう来たことある、こう来たことあんじゃない昔、すげえ昔だけど、こうないかな。あぐりの湯小諸です。いろいろわかんない。小持ちじゃない、小諸、あぐりの湯小諸、結構ほらなんか来たことある気がするよ、昔でバモスの時。何？バモス？まだ子供たちが生まれてない頃、来たことある気がする。よくわかんない。これ駐車場ってさ、どうなってんだろうか、これ行き過ぎたらどうなってんの、一回通り過ぎてみよう。お、美しい施設だな、来たことあるのかな。そんな混んでる感じじゃないね、ちょっと待って、駐車場がさ、よくわかんないんだよね。このまま行くとなんか違う感じがするな。ちょっとカメラ止めて U ターンするかあぐりの湯小諸着きました。なんか夜景が見えそうだね、ここは。夜景がね、こう昔来たでしょ、すごい昔、バモスの頃。何？一回。パパ何？昔まだママと二人の頃来たかなってね、ちょっと前だよね、20年ぐらい。はい、そこが、被害入浴施設で、あっちの上もね駐車場あるみたいなんだけど、ちょっとねキャントル引っ張ってはこれなそうですね、どんどん歩っていっちゃってる。ポイントカード作ってくれました。子供の分もちゃんと押してくれるぞ。よし、お風呂はどこだ。すごい広い。お風呂行くぞ。お風呂行くぞ。ゲームに捕まってる場合じゃないぞ。じゃあ。はい、ということで、温泉入りました。また休憩室で、レビューするバージョンなんで、ちょっと声が大きくないんで、顔が近いんでごめんなさい。ここはですね、泉質が
これね、ナトリウム塩化物泉って書いてあるんです。これ後で貼っときますね。ただ蒸発残留物がね 1g 達してないんですよ。1リットルあたり 1g 達してなくてですね、正式には単純泉ですね。でナトリウム塩化物泉だなと思って入ったんで、ちょっと舐めてみようかって舐めてみたらしょっぱくなかったんですよ。うちの息子となんかしょっぱくないよってでだからあれおかしいねって、しょっぱいはずなのにって言ったら、まあ蒸発残留物が少ないナトリウム塩化物泉ということでした。ただ温泉の管理というかね、湧出量が結構出てるのかな。湧出量がちょっとわかんないですね。 31.9 度のお湯が出てて、pH 8.4 ということで、まあ単純泉だけど、ちょっと塩味っぽい味がある、体の温まる温泉でした。でまあね、ここ温度もすごい良くて、暑い43度ぐらいのもあれば40度ぐらいのもあるし、39度ぐらいのもあるし、露天風呂は夜景が見えて気持ちいいし、サウナもあるし水風呂もあるしですね、何でも整ってます。でこういう、ギリギリ単純泉になっちゃうけどいいお湯に入れる。しかも子連れが多かったでね、やっぱこの辺ね温泉根付いてるんで、お子さんが温泉入るの上手なんですよね。なのでね、たくさん子供がいても全然子供のことあんまいまいちだなって思ってる人でも楽しめる。だけどお子さん連れてきても楽しめるいい温泉だと思います。お子さんがねあんまり入ったことなくても他の子供たちが先生になってねマナーを覚えられるいい温泉かなと思いますんで、初めての温泉にもぴったり。子供には50円、小学生以上ね、うん、大人500円、安い。いやーこの辺いい温泉がいっぱいあります、引き続きですねバモログフィールドチャンネル温泉レビューしていきます。ぜひまたご覧ください。チャンネル登録してみてくださいよ。もうねこの第9話なんで1から順番に見ていただくと面白いと思います。それでは。ここ入ったことあったでしょ、サウナ、ガラス張りの、覚えてない？昼間。そうか、昔来てるはずなんだけどな。はい、ということでバーモログフィールドチャンネルでございました。また。